ませ。山月移住者の日記のもじゃまるです。給食のひでぼんさん。この度は私たちのチャレンジにご支援いただきありがとうございます。これからもですね、はいはい、伊豆の登山のことを皆さんにね PR し、はい、たくさんの人に伊豆を訪れていただけるように頑張っていきますので、うん、はい、温かく見守っていただけるととっても嬉しいです。はい、でね、ぜひ伊豆に遊びに来ていただきたいんですよ。そうですね。というのもですね、うん、伊豆には本当にね、うん、手軽なんですけども、はい、めちゃめちゃ絶景が広がるっていうのがたくさんあるんですよ、うん。まあ、そうなんですよ。実はそのね、ちょっと登っただけでもう絶景が広がるっていうのに惹かれて、うん、私たちはね大阪から伊豆に移住してきたっていうのもありますので。そうなんです。はい、例えばですけどね、例えば、はい、もう道幅がまずめっちゃ広いとか。広い道幅好きやもんな。そうなんですよ。だからもうなんていうか人を気にしなくて、はい、めちゃめちゃもう走り回ったりとかできたり、はい、あとはですね、はい、両サイドがこうちょっとね、うん、低くなって、はいはい、稜線ってね言うんですけど、うんうんうん、そういう小高いところでずっとね景色のいいところをね歩いていけたりとか、はいはいはい、もうとにかくねそういうとこ歩くと風が気持ちいいなとかね、うん、そうなんですよね。あとね山頂付近っていうのはね、はい、もう駿河湾越しの富士山、うん、これがもうドーンと広がってくるようなところがもういっぱいあるんで、うん、そういったものをぜひ見てね。そうですね。うわー来てよかったなって思ってほしいんですよ。本当にいいとこです。はい、なるほど。本当にいいが出ましたね、いつも。はい、まあね、山だけだったらね、はい、ちょっとね疲れちゃうというかそのお休みに山ばっかり登るのもなっていうね、そうね、いるかと思うんですけど。そうね、はい、伊豆には湯がありますから、うん、湯がね、はい、温泉ですよね。そうですよ、はい、なので温泉もちょっと汗かいてちょっと運動しただけで、うん、その温泉の気持ちよさって本当変わってくるんですよ。はいはい。なので、うん、体動かした後にね、めっちゃ解放されてる、はい、くつろいでもらってもうトロトロになった状態で、はい、トロトロになった状態でで美味しいものを食べると、はいはいはい、これがまた最高なんで。そうだね。ぜひ伊豆でねその極上の時間をね、うんうんうん、過ごしていただきたいなと思っております。はい、その後にはですね、はい、もうぜひ こちらの三角スタンドですね、はい、皆さんが三角していただいたこのお店の方に顔をちょっとね、うん、出していただければ、はい、もう最高の笑顔でですね皆様をお迎えしたいと思っておりますので、いつかお会いできる時をお待ちしております。はい、長く愛される山々になっていきたいと思っておりますので、はい、ぜひこれからも三角スタンドよろしくお願いいたします。お会いできるのを本当に本当に楽しみにしております。はい、お会いできる時までお元気で。給食のひでぼんさん、ぜひご一緒にバイバーイ。